はい、こんばんは。何事も浅く広く、カメラなどのお話チャンネル山でございます。今回はもうね、2月になりますかね。 Sigma fp の後継機、あるいは上位機、あるいは復旧機になるかもしれませんが、海外で認証されました fp L のお話をしたいと思います。今からね、発表まで待ちきれないので、スペック等をね予想しながら、みんなでワクワクしちゃおうという動画でございます。もうね、この FPL が出るんじゃないかという噂が出た時から、すでにスペックの方予想されておりまして、6000万画素のセンサーを積み、さらにメカシャッターを搭載、手ブレ補正まで搭載してるみたいなね、憶測記事が流れておりましたが、その辺りね、私はどのように予想しているのか、あるいは EVF-11 の話もちょっとねしていこうと思います。まずは第一にセンサーの話。6000万画素のセンサーを搭載するのではないかという噂なんですが、そのあたりの信憑性は私大いにあると感じております。理由といたしましては、やはりね、この Sigma FP が2000万画素クラスのセンサーを積んでいるのに対して、またね2000万画素のセンサーを積んだ FP を発売ってなると、どうもね芸がないなと。オビオンのがね空いた形で白紙になってしまった現在、やはりシグマのユーザーとしてはインパクトがある商品、そういったものをね求めていると思うんで、やはり2000万画素据え置きはないのかなといった気がしております。そして6000万画素ってのが絶妙にあり得るかなというのは、ソニーが今ね R シリーズは6000万画素級なので、その辺りのセンサーを積んでくるということはね全然ありえますんでね、ちょっとね信憑性があるんじゃないかなと思います。4000万画素っていう線はね、なかなか例えばね R3、Alpha7R3 あたりの4000万画素級のねセンサーを積んでくるってことは、まああまり考えなくてもいいのかなと。あるなら6000万画素、この辺りはね結構可能性があるんじゃないかなと感じております。そして第2のポイント、メカシャッターを搭載してくるのではないかということなんですけれども、個人的にはなんですけど、結構その信憑性は薄いんじゃないかなと思っております。理由といたしましては、 FP をまだ名乗っているということは、このカメラのサイズにね結構こだわりがあるんじゃないかなと思っているからです。 FP とは、フォルティッシモ、ピアニッシモというねところから取っているという話も聞きましたので、そのね FP という名をね残すということは、このサイズ、あるいはねもうちょっと大きくなるかもしれませんからね、 L という名前がついてるんで、ただねかなりコンパクトに収めてくるという可能性が強いんじゃないかなと思ってます。ということは、まあメカシャッターを乗せるまでのサイズがねないんじゃないかなと個人的には思っております。もしメカシャッターを積んでくるとなると、 FP を名乗らないんじゃないかなというのが根拠となっておりますね。まあかなり薄い根拠なんですけれども、メカシャッターがどれぐらいねサイズを取るのかっていうのもよく分かんないですが、あるいはね動画機能を削除して、この放熱のね機能を若干弱め、そしてメカシャッターを乗せてくるという可能性はまあなきにしもあらずなんですが、この辺りの判断は非常に難しいですね。まあちょっとね今ちらっと話しましたが、動画性能はこの FP 並みの性能を乗せてくるのかというのもちょっと気になりますね。ちょっと話がね123と離れちゃってますけれども、動画機能はこのね FP 並みのね高性能な動画のね機能を載せてくるのか、そのあたりも気になりますね。まあ6000万画素のセンサーを載せてくるなら写真機専用みたいなね、まあ 4K までは撮れますが、写真機ほぼほぼ専用でも問題ないのかなという気もいたしております。そしたらね FP と併売とかもできますしね、そういった場合メカシャッターを載せるということも可能なのかもしれませんが、そのあたりちょっと懐疑的に思っております。そして3番目、手ブレ補正なんですけれども、ただいま Sigma FP には、電子手ブレ補正はありますが、まあね物理的な手ブレ補正はついておりません。ですので物理的なね手ブレ補正がつくかという話なんですが、これもねボディサイズからしてちょっと無理があるんじゃないかなと思っております。まああるなら今のまま電子手ブレ補正のみという可能性が一番高いのかなと。このサイズでね手ブレ補正つけようと思ったら結構きついですよね。センサー動くってことなんで、サイズ的にはかなり厳しいんじゃないかなと思います。まあ、電子レベル補正ならねここでついてる実績ありますので問題ありません。まあ、その辺りは積んでくると思うんですけど、まあ、電子レベル補正ってねあんまり意味ないっちゃ意味ないんですけどね。以上ということで1番のセンサーサイズの6000万画素っていうのが一番可能性としては高いんじゃないかなと私は踏んでおります。2番目にメカシャッター、まあちょっとね場所的に厳しいんじゃないかなという気もしますが、まあ積もうと思えば積めるのかな。 α7C でも積んでますしね。最後に手ブレ補正、この辺りはねSigmaのカメラでボディ内手ブレ補正がついていたというカメラ多分ないと思うんで、ちょっと信憑性が薄いのかな。1番は6000万画素、2位はメカシャッター、3番は手ブレ補正の順で可能性が出てくるんじゃないかなと思っています。そして番外編になりますが EVF-11 の話なんですけども、こちらがね FP と FPL 両方に使えるアクセサリーなのか、その辺りも非常に気になりますよね。FP という名前を残したということは先ほども言いましたがかなりコンパクトなボディに仕上げてくる可能性が高いと私は予想しております。ということはまあね同じようなサイズになるのでここの3種類を全く同じ配置にしていただければ併用はできるわけなんですね。問題はこの Sigma fp に液晶のファインダーがつくことが物理的につくことができてもこの、ね、電子接点的にねファインダーとして機能するように作られているのかという問題があります。 Sigma fp は当初からこちらの LVF11 ですね LVF11 をファインダーとして使ってくださいということでね発売されておりますので、おそらくなんですけども液晶ファインダーを取り付けるように考えられていないと思うんですよね。そのあたりこの機種に液晶ビューファインダーが取り付けることができるのかというのはねちょっと気になりますね。サイズの問題と端子の問題、あるいはねこの内部の、ね、構造的問題がどのようにクリアされるのか、そのあたりのことがねクリアして、しかも FPL の形大きさ端子の配置あるいはねいろいろがね FP と同じね形ならねいけると思うんですけども、そこまでして合わせて使えるようにしてくれるのかというのは非常に疑問が残ると思います。 EVF11 だけの話ではなくて FP のね形を変えないっていうのもね全然あると思うんですよね。 α7 などほとんど変わってませんしね、このままの形で FPL と名乗りセンサーをね6000万画素にするってことも全然ありえますからね。さすればこちらのね EVF11 も使えると思うんで、そのあたりのね審議がね非常に気になるところであります。まあ、だったらねこちらのね LVF11 弾をね FPL に装着できるようになるということなんで、そういったねアクセサリーの共有は嬉しいですね。ああこちらのねリグとかも使えることですかね、そしたら嬉しいですよね。ということでね今日の動画は新しくおそらく発売されるだろう FPL についてねいろいろ噂出てますので、そちらの方どうなるかなという動画でございました。皆さんはね FPL どんな機種になると予想しておりますでしょうか。またどんな機種になってほしいと思ってるでしょうかと思ったんだけど、やっぱり価格の話してないな。価格の話なんですけど FP はね20万円ぐらいだったかな、20万円ぐらいだったと思うんですけれども FPL はね6000万画素になれば確実に値段は上がると思います。その値段の上がり具合なんですが、目下ねまあもし6000万画素になればという話なんですが、6000万画素といえば α7R4 がありますよね。あちらのカメラが約40万円ぐらい今実売、どれぐらいだろう、もうちょっと上なのかな。そして中古で、先ほど見たら28万円ぐらいかなということなんで、どうなんだろう、間さすがにね α7R4 とね同じような値段ではねちょっと厳しいと思うので、そこから5万あるいは7万ぐらい下げるとね結構人気出るんじゃないかなと思います。 FP の時もその頃ね対抗機種であった α7M3 かなよりねちょっと安かったんですよね。あちらが25万か24万ぐらいだったところ20万ぐらいで売ってますので、そういったね戦略もねちょっと価格的に気になるところだと思います。6000万画素積んでまあ35万ぐらいならねもうちょっと安い方がいいのかな、結構売れるんじゃないかなと思います。まあ FP を超える売り上げってのは難しいかもしれないですけどね、ちょっとソニーさんも小さいカメラ出してきてるんでちょっと難しいかもしれませんが、シグマファンを納得させるスペックにはなるんじゃないかなと思います。再度皆さんはね Sigma fp L どんなカメラになると思いますか？できればねコメント欄に寄せてくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。また Twitter でもねいろいろね FPL の最新のね記事が出ましたら、リツイートあるいはね感想など述べていこうと思ってますので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。インスタグラムもね時々ね写真載せてますので、よかったらフォローよろしくお願いします。そしてもちろんチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではではバイバイ、またね。